パフォーマンスをしに行きます。いつもトラックで移動されてるんですか？そうなんですよ、いつもトラックで、もう北から南まで。どうしてトラックで移動してるんですか？絵を販売しながら日本中、まあ、海外もよく回るんですよ。日本中回ってて、まあ、棚ができた状態で回りたいからトラックにしてます。沖縄で買って沖縄からフェリーで持ってきて、で半年は沖縄で、なんかこっち東京から本当に長崎、青森、まあ、全部回ってる、呼ばれれば全部回るって感じですね。キャンバスにこう絵を描いていきます。普段は1日60枚から100枚ぐらい描きます。カッターやらペインティングナイフ、こういうのが入ってて、でこういう1枚の絵を作っていきます。スプレー、今乾いてないんだけど、火使うと一瞬で乾きます。型紙使うから、この次の型紙をつけるときになんかどうしてもくっついちゃうから。その型紙もご自身で準備してるんですか？これ全部自分たちで自分たちで作って、これが一番大変ですね。1枚だいたい何分ぐらいで描けますか？1枚だいたい5分から10分ぐらい、このサイズです。どうしてその虎の絵を買われたんですか？もともと生き物が好きで、でパッと見て虎が可愛いなと思って、こっちに何かを訴えかけてくるような表情をしていたのでいいなと思いました。自分でも絵描いてるんですけど、スプレーで描くと多分平面な絵になりやすいと思うんですけど、これはちゃんと奥行きがあってちゃんと深い絵になっているので、それがすごいなと思います。久しぶりに、なんか楽しかった。なんか日本語もっと勉強しなきゃなって思いました。全然喋れない。手応えはどうですか？でもいいんじゃないか。結構人一瞬で集まったし、結構集まりました、ね。なんか久しぶり楽しかったですね。今スプレーアート始めてだいたい7年ぐらいになります。 YouTube だったら今英語の方のチャンネルで8万5000人ぐらいいて、多分スプレーアートの世界だったら多分世界で3番目、 YouTube の中でだったら世界3番目ぐらいなのかなっていう。やっぱ嫁と一緒に商売をするっていうのは本当に難しい。やっぱり家ではプライベート、仕事では仕事っていうのの切り替えっていうのがすごい一番難しかったと思う。今でもだから仕事が遊びみたいな感じ。やっぱりもう今パソコンとかそういう時代で、ネット映画とかっていう時代で、もう絵なんてもうめっちゃアナログじゃないですか。その中でもうみんな携帯持って歩いてる人が足を止めてくれて、描いてる絵を見てくれて、最後感動して帰ってってくれるっていうのはすごいなんか嬉しいですね。まあこれ宇宙の絵です。スプレーアートの定番、宇宙の絵。この細かい星はペインティングナイフの上にスプレーをかけて弾いてこの星を作ってます。で作品名とかこのシチュエーションとかどういうものとか、特に本当に何も考えずに描きたいものを描くっていうことをやってます。だからこの山何とか、そういうのはもうお客さんが見てその感じてストーリー作ってもらっていいなと思います。江澤さんがその作品に
作品名を作るとしたら何ですか。いやもうそんなのもう一つしかないでしょ。セクシー狼。見てこの狼、何このセクシーな吠えてる角度、もうなんか男どもを誘惑してるような狼ですよね。本当に今俺がここにいるのは、嫁がスプレーアートやろう、アーティストになろうって言ってくれたから今ここにある、今この人生があって、自分が好きなことを本当に心からやってて、例えば毎日が遊びみたいなぐらい本当に楽しいから、でも嫁と一緒に海外行ったり、いろんな国行って世界中旅しながらいろんなものを見て、いろんなものを共有して感動して、その中で、まあ、YouTube とか、まあ、いろんな出会いとかもあると思うし、まあ、いろんなことを本気で倒れるまでやりたいなと思います。で好きなことを本気でやれば形になるんだよっていうのが少しでも伝えられれば嬉しいかなと思います。